では準決勝第1試合ですね、はい、まずジェイ・リュールムン&グラビティ・オビット・ガイシン君ですね。で私がダークテスターズはグラビティ・ジャイロです。はい、グラビティ対決、3、2、1、ゴーシュ。シールドシュート、お返し、来た。おお、ジェイ・リュールムン&のバーストフィニッシュ。3、2、1、ゴーシュ。すごい跳ねてたけど。なかなかに強いね、両方ともこの目。おー、ジェイ・リュールムン&3、2、1、ゴーシュ。ジェイ・リュールムンシールドシュート。両方同じ感じだね。いや、同じ感じだね。だんだん白くなってきた。ああ、白黒つけてやる。違うか。ダークデスサイザーのスピンフィニッシュ、はい、では米交代ですね。私がジェイ・リュールムン&のグラビティ・オビットに変えて、エイシン君がダークデスサイザーグラビティ・ジャイロですね。はい、3、2、1、ゴーシュ。白くついてきた。はい、ジェイリュールムンランド。3、2、1、ゴーシュ。うわー、最初から大ダメージ与えたね、ジェイに。与えたのかな。でも今連続攻撃。1、2、3。なんだかダークステージャーが白くなってきてね。あ、もうすぐジェイ、シュートが倒れる。ジェイル、3、2、1、ゴーシュ。牽制しちゃってんね、当たんない、当たった。ちょっぴーだね、当たるのは。もっとまともに食らった、ダグリサイダー。さあ、どうするか、ジェイル。オービットドライバーミルクは出せるか。おっと、ジェイル、どうだった、跳ねてる、跳ねてる。ダークデスサイザーのスピンフィニッシュか。はい、はい、ということでジェイ・リュールムン&グラビティ・オビットが5ポイント、ダークデスサイザーグラビティ・ジャイルが2ポイントで、ジェイ・リュールムン&グラビティ・オビットの決勝進出です。わい。はい、では準決勝第2試合ですね。ユグドラシル、グラビティ・アクセルを私ですね。でストームスプリガン、ヘビー・リボルブがエイシン君です。はい、3、2、1、ゴーシュ。おっと、これはやばいね。でもユグドラシルがね、なかなか攻撃力もあって持久力もあるから何気に強いよね。おお、バースト、バースト。3、2、1、ゴーシュ。あ、同じ展開だ、さっきと。そうだね、やばいよ。どうなんだ。でも当たらなければ意味がない。当たった。ガチン。おー、また3、2、1、ゴーシュ。お、最初からこれ。ちょっと待って、すごく激しく飛んでいっちゃったやばい。今のは両者バースト。うん、両者バーストだね。では米交代ですね。私がストームスプリガン、ヘビーリボルブですね。はい、エイシン君がユグドラシル、グラビティアクセル。3、2、1、ゴーシュ。あ、いきなりアタック。ユグドラシルバースト。3、2、1、ゴーシュ。おー、やっぱりユグドラシルか。3、2、1、ゴーシュ。おー、すごい、すごい。おー、また両者バースト。バースト多いな。
この勝負は全てバーストでした、うん、ということでストームスプリガンヘビーリボルブが2ポイント、リグドラシルグラビティアクセルが6ポイントでリグドラシルグラビティアクセル決勝進出です。はいはい、ということでやってまいりました C ブロック決勝ですね。 J リュールムーンガンドグラビティオビットとユグドラシルグラビティアクセルということで、はい、両方ともグラビティドライブ、あ、グラビティディスクだね。はい、あ、どっちにするの？そっちにユグドラシル。じゃあ私は J リュールムーンガンドでエシン君ユグドラシルでやってください。 3,2,1 ゴーシル。さあ、いきなり、おー、いい勝負、いきなりぶつかり合う、いい勝負、両方硬いね。硬い、全然バーストしない。あっと、あっとユグドラシルが、ユグドラシル3,2,1ゴーシル。ジェイル、うわー、バウンド、ジェイル、あっと強くシュートしついてバウンドで力を失った。いや、バウンドしたのはパパの方だよ。え、そう、うん、セイタもバウンドしたけど一緒に。本当に、バン、バン、あっ、ジェイドルモナンドのスピンフィニッシュ。3,2,1ゴーシル。あー、よし、ぶつかった、よしよし、あー、両方ゆくだしゅう、またふらついてきた。え、もしやばいね、ユグドラシル、これ硬いとダメだ。あー、ジェイルムガンドのスピンフィニッシュ。はい、はい、では米交代しまして、私がユグドラシルグラビティアクセルで、エイシン君がジェイルムガンドグラビティオービットですね。はい、3,2,1ゴーシル。やばい、おっと、今カウンター、おおおお、結構攻撃してる、結構攻撃、おお。3,2,1ゴーシル。オーバーフィニッシュ。3,2,1ゴーシル。おお、ユグドラシルいい方に向かってる。おお、攻撃連続。おっと、おっと、おー、ユグドラシルのスピンフィニッシュ、なんと同点、同点、初めての同点でございます。延長戦、延長戦だね。1回ずつ米交代しましょう。はい、3,2,1ゴーシル。ユグドラシル、おお、おお、ユグドラシル、何気にジェイルが強いんで硬いんだよね。うん、しかもこの1ポイント勝った方が勝ち、違う、1回ずつ勝負。 J リュールムンガンドが1ポイント先取です。3,2,1ゴーシル。そうなると、まあ、そんなに、あと変わった展開が、同点、また、また同点、またしても同点。3,2,1ゴーシル。じゃあユグドラシル応援してんの？うん。ここで勝った人が多く、勝った方が、どっちだ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 。おー、ジェイル、3,2,1ゴーシル。ユグドラシル頑張れ、頑張れ。ちょっときつそうだな、ユグドラシル。おっと、今バウンドさせた。バウンドさせたけど。バンドバン、まだ延長、延長、まだですか。3,2,1ゴーシル。おお、なんとジェイリオルムンガンドがバーストした。3,2,1ゴーシル。はい、はい、ということでジェイル・ヨルムンガンド・グラビティ・オビットが、長い延長の末7ポイント、イグザラシル・グラビティ・アクセルが6ポイントで、 C ブロックの優勝者はジェイル・ヨルムンガンド・グラビティ・オービットでございました。はい、なかなか強かったっていうかね、硬い、これが硬い、全然バーストしなかったね、うん、
ただこのユグドラスル、グラビティアクセルもかなりいい線いってました。はい、すごく気に入ったね、うちらはね、うん、攻撃タイプであるにもかかわらず割と長持ちする、うん、これいい、うん、はい、ということで今回はベイブレードトーナメント C ブロックやった。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになります。